文天章、万章堂、築草絵でにより、文、天章資源19年12月8日は、中国南宋末期の軍人、政治家。元の名は雲孫。字は、宗水、または、李禅。号は文さん。吉州路牢圏、富川の人。滅亡へと向かう宋の進化として戦い、宋が滅びた後は元に捕らえられ何度も元に、 使えるようにと勧誘されたが中節を守るために断って軽視した。長与決や陸秀夫と共に南宋の三中心の一人。父は文義母は宗氏。妻は王陽氏。子は文道を文仏星ら。弟は文壁、文定孫、文明。吉州路領権の管理の文義の子として生まれた。1256年。 20歳の時に過去を上限で合格した。その際提出された論文の題は、法典行きまずという名論文であり、試験官の応王林をして、微州に人材を得たことを敬がしますと言わしめた。当時の状況は、北の金はすでにモンゴル帝国によって滅ぼされ、南宋は強力なモンゴル軍の侵攻に耐えていた。1259年に、 モンゴル軍が四川に侵攻してきた際に戦都が決定されたが、文天将はこれに反対して、任官馬もなくして面官された。その後、復職するが、当時の最小のカニ道との折り合いが悪く辞職する。一旦はゲアした文天将だが、モンゴルの攻撃が激しくなると復職して、元との戦いに、天戦、1276年に、右上昇件数密使となる。 そして元との和薬交渉の使者とされるが、元側の白顔との談判の後で捕らえられる。文天章が捕らえられている間に、首都のリガンが陥落し、張与決、リック・ヒデオなどは要定を報じて抵抗を続けていた。文天章も元の軍中より脱出して、各地でゲリラ活動を行い2年以上抵抗を続けたが1278年に、ついに捕らえられ、大都へと連行される。 その後は死ぬまで獄中にあり、崖山に追い詰められた、僧の残党軍への降伏勧告文書を書くことを求められるが、華麗ー朝陽の死を送って断った。この死は、死なない人間はいない。忠誠を尽くして、歴史を光り照らしているのだというような内容である。僧が完全に滅んだ後もその才能を惜しんで、クビラより何度も勧誘を受ける。この時に、文天章は有名な、 世紀の歌を読んだ何度も断られた、クビライだが、文天祥を殺すことには踏み切れなかった。朝廷でも、文天祥の人気は高く隠遁することを条件に、釈放して、ハトの意見も出され、クビライもその気になりかけた。しかし文天祥が生きていることで各地の元に対する反乱が活発化していることがわかり、やむなく文天祥の死刑を決めた。 文天祥は捕らえられた直後から一貫して死を望んでおり1283年南に向かって敗して刑を受けた。去年47。クビライは文天祥のことを真の男子なりと表したという。刑場後には後に文章章祠という祠が建てられた。文天祥は中心の艦として後世に称えられ、正規の歌は多くの人に読み継がれた。 日本でも江戸時代中期の浅見掲載が、安子に遺言に評伝を載せ幕末の志士たちに、学歌いされ、藤田東子、吉田松陰、日露戦争時の広瀬武雄などはそれぞれ自作の正規の歌を作っている。処刑された、資源19年12月8日は、西暦では1283年1月9日になる。ありがとうございます。